装の剣さばき見せてやるぜ。いらっしゃいませ。いい品がたくさんあるのでぜひ見ていってください。必ず生き残ってやる。宮本武蔵は無敵の剣豪である。少年時天下無双を名乗る武芸者を倒し、以来無敗、自ら天下無双を名乗っていた。武蔵は名を上げんと故郷を飛び出し、西軍で関ヶ原の戦いに参加。だが天下分け目の戦いは個人の武勇が勝敗を左右できるところではなかった。圧倒的な敗勢、倒せども次々と湧き出る敵。武蔵は生き残るための闘争を開始した。俺は無敵だと思ってた。小さかったぜ。第一話、関ヶ原の戦い。剣の道、極めてやるぜ。勝利した。よし、西軍の残党残らず撃ち取るのだ。名のある武士とお見受けいたせ。もう勝敗が決まったじゃねえか。まだ殺し合いをしようってのかよ。ここで寺を立て、徳川殿への忠誠を示すぞ。浮田の殿様が危ねえ。殺し合いが始まった。ああ、たまらないよ。僕も楽しませてもらわないと。敵将、撃ち取ったり。お見事でございます。うわっ、あとは私が。
最後までもののふなのゆえに最後まで諦め家康の首を取るぞ。始末を止めねば。なんだ、なんだ、遠くの間が尋常に勝負。いざ尋常に勝負。敵はないぜ。動乱の火種メス。シュウエイ、こちらへ。攻めはなぜ戦う？影の全て。
俺の つもりでいた。だが俺の剣なんて実際は何の力も怪しい。俺が極めようとしてたもんってなんだよ。見つけた。切り替えのある男が現れたな。いらっしゃいませ。ゆっくり見ていってくださいね。
番のお買い上げありがとうございました。関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終わり、西軍とその総大将石田三成は露と消えた。宮本武蔵は阿鼻叫喚のごとき戦場を切り抜け生きて脱した。だがその眼前には西軍の残党狩りを名目に村を襲う山賊がいた。脳髄が焼けつくような怒りを覚え、武蔵は単身画廊の群れに突っ込んでいった。人斬りの剣だ。てめえらのは剣客じゃねえ。第2話孫楽救出戦、剣の道極めてやるぜ。俺を閉じ込めて村を襲うってか。
汚ねえやつだ。力の差見せつけてやる。
敵将討ち取ったり。ありがとうございます。旅のお方、村は救った。でも結局俺の前に俺より弱いやつを救済しての決定。俺は全然人を生かしたい。俺の剣が道を開くぜ。いらっしゃいませ。いい品がたくさんあるので、ぜひ見ていってください。たくさんのお買い上げ、ありがとうございました。宮本武蔵は山賊を倒した。そして人を斬る以外の剣の道を探し始めた。関ヶ原の決戦後、天下は徳川になびき、家康は将軍に任じられ幕府を開く。これに対して大阪豊臣家当主秀頼は、徳川との武力衝突を避けるため家康と二条城で会見することにした。だが家康の謀臣本多正信はこの機に秀頼を亡き者にせんと策を巡らす。正信は剣客佐々木小次郎を京に放った。人斬りの道具じゃねえ剣は。絶対あんだよ、人を生かす剣が。第3話京楽動乱、剣の道極めてやるぜ。豊臣に士官が決まってよかったな。だが徳川と戦になると噂だぞ。望むところよ。気をつけろ。ほっとすんなよ。クズを切っても刀が汚れるだけだな。よかった君がいた。宮本武蔵なら切りがいがある。小次郎、説明しよう。今二条城で家康と秀頼が会見してる。僕が浪人を挑発して騒ぎを起こす。それを家康暗殺を企む豊臣の陰謀だと難癖をつける。そして秀頼を撃つ、そういう企みだ。何のつもりだ。宣言だよ、君を含め。秘密を知った者は全て消す。特に君とは関ヶ原の約束もあるのでね。取り囲んでおります。なぜ浪人衆がそのようなことを。秀頼様、殺を企むとは。秀頼は
わっちまったからには助けてやる。助けてくれるのですか。ありがたい。とにかく逃げな。天下無双の宮本武蔵が守ってやる。敵はないぜ。クズはクズらしく頑張って死ぬ気で。俺が大将のふりをして敵を引きつける。その隙に逃げろ。武蔵殿、片付けない。敵将討ち取ったり、見事捕まつったり。はあ、俺様が豊臣秀頼だ。何人でもかかってきな。武蔵、頼む。どうか秀頼様を守ってくれ。今回助かっても、また家康は秀頼様に牙を向く。武蔵とやら、真田幸村、剣に血が血出す。なぜ味方する。これは強え。一人で十分だ。皆が一人のため力をつける。私の友が言っていたか。なんかわからねえが、行けよ。よろしく頼んだ。豊臣秀頼がいたぞ。いいね、その調子で頼むぜ。
なところで行ける。見つかっちまった。
裁きだな。俺の剣に敵はないぜ。気がするぜ。人を生かす剣。やれやれ、せっかくお膳立てしたのにダメだね。ま、君と戦えれば僕は満足だけどね。私を君に送ろう。ようやく君と戦う。人の意識を何だと思って。気概がない人は切らないよ。敵将、討ち取ったり。やはり君との命の削り合いは面白いな。また一年後殺し合う。楽しみだよ。小次郎、てめえ、違うんだよ。人を生かす剣。